どう？何か見つかった？いや、今のとこ何も。そっちはどうすか？さっきようやく会見が到着して、パゴス消失地点の調査を始めたとこ。こっちに人を回してもらえませんか？周辺一帯を俺一人で調べるなんて無茶っすよ。センターの人手不足はよく知ってるでしょ。皮膚の切れっ端でも何でもいいから見つけて、この謎を解明するの。おーす。懐かしいな。ええ、本当に懐かしい。なぜ動いてないのかしら。え？観覧車が動いてない。止まってもう10年ですよ。何しろ昭和の大昔に建てられた激渋アトラクションですから。乗ったことあるんですか？ええ、子供の頃何度も。俺もです。親戚の家が近くにあってよく連れてきてもらいました。頂上から見下ろすと街並みがとても綺麗で、夜景がまた抜群なんですよね。まるで王女様になった気分。ここに来れてよかった。これでもう思い残すことはないわ。え？ちょっと待ってください。名前聞いてもいいですか？香織。香織さん、俺ハルキって言います。ストレージの隊員です。今任務中ですけど、もし悩みがあるならお話ぐらい聞きますよ。ストレージ？あれ知りません？怪獣退治の専門家。怪獣や宇宙人からみんなを守る、それが仕事です。怪獣や宇宙人から。じゃあお願い、私を殺して。はい。もうすぐ大変なことが起きる。手遅れになる前にお願い、今すぐ私を。香織さん待って、落ち着いて。香織さん大丈夫ですか？ヨルナ、こちら陽子。なんか収穫あった？あれ、ハルキ聞こえてる？ハルキ聞こえてます。今ちょっと取り込み中で。電磁波？うん、ここ数日霧本市では電波障害が多数報告されていたので、記録を調べたらすごく特殊な周波数でね、イルカと鳴き声が近いんだけど強さはその数万倍。パゴスはそれに引き寄せられた。おそらく。でこいつを見てくれ。なんすかこれ。切り戻しで偶然撮影されて SNS に上がっていた動画だ。最後大技です。これってパゴスの消え方とそっくり。ここ数日同じ内容の動画がいくつも上がってネット上で騒ぎになってる。しかもどれも場所は切り戻しだ。パゴスの件と関係があると思って間違いないだろうな。あれ、ちょっと戻してください。ん？何？ストップ。この人の顔を拡大して。はい。やっぱりこっちの動画も。ん？あ、こっちもお願いします。何なの？はい。俺この人と会いました。